こんにちは。こんにちは。どうも。ちょっと開幕なんで、あら、見ようかなと。ライバルを見に来たの。はい。ライバルの仕上がりを見に来た男がヨップでございます。エンドゥどうしたんだよ。エンドゥはベンチスタートでございますね。エンドゥ君は。ちょっといないじゃないか。ちょっと一番見たい選手がいないと。どうなんでしょうね、スロット。スロッティリバプール。我々はスロットリバプールの餌と化したチームのね、サポーターでございますから。はい、ただ、イップスイッチも結構楽しみなんで。ねえ。そうですよ。どんなもんか。今シーズンからリバプールのエンブレム変わってますよってことで。そうなんですよね。エンブレム変わって、ただサムネは前回のままにしてるんですけど。あれってなんで変わったの？ねえ、なんかあの、うん、鳥だけのシンプルな、やつにね、うん。あれあれでかっこいいけどな。まあね。ただ俺僕なんですけど、ごめんなさい。ちょっと、旧エンブレムのが好きなんで。まあ、わかる。俺は旧エンブレムのが好きだから、旧エンブレムの方を使っております。SA さん320円スーパーチャットでございます。リアプールやっと開幕嬉しいです。ヨップくん、今日もかっこいいね。ハートに星ついてます。すげえ、ハートに星だ。ハートに星までつきました。さあ、どうですか？せーの、ナイスパー！ありがとうございます。この試合どこで見れますか？どこで見れるんだ？どこで見れるんでしょうね、これね。いや、わかんない。わかんねえけどな。ただ、一つだけ言えることあるか。うん。U-N-E-X-T。プレミアリーグ見るなら、U-NEXT! 君も課金しよう。そろそろ金よこせよ、マジで。U-NEXT! マジで。俺らにスポンサーつけろ、それはスポンサー。ガリマチさん320円すみません。ヨップくん、今日も笑顔がキュートだね、と。あー。またすか困ってんじゃねえかよ。ありがとうございます。またすか。またすか。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、おもろい試合見たいな。うん。おもろければ何でもええわと。こいつだからさ、今日なんで出てるか知ってます？ヨッピーが。はい。勝ったからっすよ。ドキゲームが。そうよ。しかも、そう、昨日で、ね、配信終わって普通帰るやん。うん。ちょっと掃除してから帰るか。勝ったからよ全部勝ったからだからね。だからいつもやってんだ確かに。さあ、ということで、改めまして、プレミアリーグ開幕でございます。はい、まあね、昨日はちょっと朝方、ということもありまして、ちょっとなんかみんなタサボが集まるってなってくると、この試合が初になる可能性は全然ありますね。そうですね。はい。イップスウィッチ VS リアプールでございます。改めて、2425プレミアリーグ、皆様よろしくお願いします。お願いします。よいしょー。さあ、そして補強なしのリバプール。しかしメンバーだけ見たらクソ強いと話題に。補強いらねえよなって思ってきたよね。どこ補強すんすかこれ。どこ補強すんのこれ。確かにな。いらないでしょ。いらないよね。グリということで結果でございます。さあ、リバプールボールからアリソンが蹴って始まる。リバプールはママルダシュビリーがね、来るんじゃないかなって話もありますからね。さあ、ルイス・ディアス。いや、だリアルな話、なんかその、レスターとセインツよりかはイプスウィッチのが残るんじゃないかって僕思ってるんですよね。いやー、あっちゃあるよね。うん。うん。やっぱカウンター気質のクラブはね、バチバチ聞いてたらしいな、そのチャンピオンチーム。うん。点とかもなんかいろいろ見てたけど、クロスとかも、バンバンやつなんかカウンターでクロスか、サイドアタックもみたいな。そこにデラップが合わせますからね。いや、どうかな。テラップだって4メーター20とか飛ぶんだっけ。そんな飛ぶの？飛ばねえよ。マイケル・ジョーダン超えてんだろ、バスケやろうぜ。信じた俺がバカだ。なんで信じるんだよ、こんなの。今日、そう、フィリップスがね、いますからね。そうなんですよ。カルビンが。いやりはちょっと320円です。ありがとうございます。23番、4番、11番、8番。とかいう、どのポジションか分からんすよ。番号でヒックスワロータ、頑張れ、KP と。そう、KP8 とか今。そう、KP8 です、今。いいじゃないか。いいか。かっこいいか。かっこいいじゃん。KP11 よりかは。うん。じゃないか。一桁の方が。うん。いや、なんか、あの、毎年のごとく、この、昇格組とリバプールの試合は燃えがちっていう話があるんで、そうですね、この試合結構点生まれるんじゃないかで僕は思っております。このピルドアップ、なんかでもこれをね、なんかね、うん。スロットリバプールの俺一番強い形はね、もう後ろからジョタかサラーに目がけてキックして、奴らが反らしてそっからの一瞬で決めるっていうのがですね、なるほど、アーセルもやられたし、なんかめちゃくちゃ肩としてハマってんだよね。セカンドボール、まあゲットできたらそれ一番楽だからな。そう。その形ね、めちゃくちゃいいんだよな、これ。ジョタがやっぱり、
状態いいですね。うまいなぁ、うん。スロットリアプール。だって、ガクポとヌニエスいんのに、普通にスタメン状態ですからね。スタメンだもんね。これ、イリア最強だから、ね。イリアほんとうまいんですけどね、うん。今年はマジで、怪我のないように。うん、いや、スロットリアプールと相性がめちゃくちゃいいパターンもあるかもしれないから。これなるほど、ね、多分誰でも相性いいんじゃねえかなっていう。割とどう。怪我よ。怪我の相性がいいかもしれない。ね、なるほどね。メイプルさん800円スーパーチャット。ありがとうございます。やっぱりリアプール433の合ってる気がします。なんかしっくりこない。え、違うね。今までのリアプール捨てないと思う。いや。これだからね、もう我々はもう、うん、思う存分知ってるからね。何が。いや、ファギーのベンゲルを。変えないとな。そう。もうそこはね、ファンから、今が新スタートっていう。そうだよ。そう。ファーガソンからモイーズになったんだよ。そうだよ。長いですよ。補強一人ですからね。夏の。みんな被るね。被るか。被るね。ベンゲルの後は。ベンゲルの後、え、でも結構5人ぐらい取れました。ああ、取るは取ったか。まあ確かに変化はな、怖いけどな。受け入れなきゃいけない。受け入れなきゃいけない。もうクロップは戻ってこないのだから。まあ、受け。ケンタロウ S さん、1000円スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。リアプール開幕戦の配信ありがとうございます。なんとなく低めから繋ぎたい感じのスロットサッカー。2DF であれば遠藤選手の出番あるのではと思いつつ、今日の勝ちを祈りたいと思います。ということで。なかなかね、その、下からのビルドアップがどこまで仕込めるかってとこなんだよな。でもプレシーズンとか見てる感じ、そんな。2DM の間違いでした。2DM ね。うん。逆に 2DM だからこそ攻撃的に行きたいんじゃねえか、なんか。いや、俺もそうだと思うんだよな。ワンか置くんだったら、渡るになるけど。渡るでもいいかなと思うんだけど、リバプール見た感じ、どうっすか。なんかプレシーズンもっとうめえこと言ってたような気がするんだけど、まあ、リバプールっていうよりもイプスイッチはやっぱ。いや、なのかがわからないから、まだなんとも言いづらいよね。なんとも言えないけど。ただ、イプスウィッチが、リバプールがダメなんじゃない、イプスウィッチが強すぎるんだのラインではシーズン心配ですよね。確かにね。確かにそれはそうだな。うん。昇格、第一節目で。いきなりリバプールの引き分けれたら、ね、まあ、同じ。勝ち点取れたら。うん、おーあ、さすがにあーあーリーダー今、サラーアートのボール誰？アーノルドですね。さすがですね。やっと来たね。やっと生まれた。いやー、よかったね、この流れを。うん。うん。なんと、なんか、凛としてるスロット。スロット。これ見れ行ったろ、みたいな。そう、騒ぐなと。がんばかりの。サラー浮いたね、今ね。そして。うん、この落としも良かったな。さあ。やっと完璧に抜け出しましたね。来た来た。さあファーストスコアラーはジョタと。再三チャンスだったから決めれてよかったね。ゼロゴールでしたなんて言ったら、うんうん、ファンにしばかれちまうから。あ、うわ、お、あー、お、お、なんか、お、なんか審判法。いや今そこちゃんと今のはなんか、うん、さあ。三本ユナイテッド首位陥落首位陥落者。いや、ユナイテッド首位陥落者。あー、まずいな。やばい。まずいな。だから昨日の段階で終わらせとけって。ラッシュ決めてくれてるわな。ガルナチョか。ガルナチョか、ラッシュか。ここも、オフなしで。3番の子がさらに全くついてきませんね。ちょっとまあ、厳しいわな。いや、ここ。ああ、ない。ゼビーが残ってるよ。ゼビー余ってんな、うん。いや、ここは上手かったね。このワンタッチ、なんか祖母がここら辺で生きるあたりがなんかスロットっぽさあるかもしれない。そうだね。うん。このパフォーマンスどうでしょうか。まあ悪くないっすね。なんか、でもなんか、何発も撃ってたね。3発撃ってたかな。うん。あ、そう、サラー開幕絶対決める説みたいなのあったんだっけ。ああ、なんだ。なんか聞いたことあるかも。あれ、去年もあったんだっけ、それって。え、どっかでもう途切れたんだっけ。さっき途切れたのか。あ、昨シーズン途切れたのか。ああ。連続は途切れたのか。ただ決めると。開幕めっちゃ決めるからな。そうそうそう。うん、リバプール試合から、いや、やっぱ迫力あるっすよ。変わらず。クロップの頃よりも。頃より、頃と同じぐらい。一瞬のスピードとか。あとなんか、ワンタッチの崩しとか。要所要所でなんかちょっと。ポジションの。うん。テンポ感と狙いどこがすげえなんかいいんじゃねえかというか。システマチックで、うん。うん。フェティッシュですよ。フ
まるで数学のようですね。今日調子いいな、お前。この後試合あるからね。あ、なるほど、仕上げると。あの、ま、負けたらビラ対ハムとか、ほんと死ぬほど興味ないんだよ。マジで、ほんとに。負けやねえだろ。で、なんだっけ、開幕戦のリバプール。おうんうんうん。いや、結構悪くないんじゃない、うんうんうん、感はある。前半は、なんかちょっとあれって感があったけど、結局なんか。まあ、後半になるつれてね。そう。まあ、さすがリバプールって感じよ。トータルで見ると全然、閉じれる内容なんじゃないっていう。うん。もっと点取れるシーンあっただろうしな。うん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 。まあ、強いところをやったときどうなるかっていうところに関してはね、うん、まあ、それあるかもしれませんけど。そうですけども。しかし、イプスウィッチがどこまで強いのかどうかとかありますけれども、そんなこと関係なく、ただその一つの試合だと捉えるんだったらいい試合なんじゃないでしょう。うん、うん。